本名で活動している理由と売れるニックネームの特徴を教えてください。別なんかあの頭つけるのが面倒くさくなっちゃったんですよね。そのまあひろゆきっていう名前で僕やってますけど、仮に僕じゃあひげおやじっていう名前だとして、街歩いていた時に、おいひげおやじじゃんお前とか言われたらすげえ恥ずかしいじゃないですか。その僕あの社会では西村ひろゆきと名乗って生活しているので、あこんにちは西村さん、あどうも西村ですって言ってる時に、あひげおやじとか言われたら、え何これってなるじゃないですか。っていうのが恥ずかしいので、僕はあの本名で呼ばれる方が人として恥ずかしくないと思うので、本名で名乗ってるっていう、そういう体でさ、10代の頃に玉助っていう名前でやってたことあるんですけど、その玉助と呼ばれるのがちょっと恥ずかしいと思ったので、これからひろゆきと呼ばれた方がいいなと思ったので、ひろゆきって名前を名乗るようになりました。はい。どうすればひろゆきさんと遊びますか？じゃんけんぽい。